皆さんこんにちは。北海道大学水産学部の高木康明というふうに言います。これで高木と呼びます。さて、北海道の秋と冬の味覚といえば、多分多くの人が鮭やイクラ、そしてカニなどを思い起こすのではないでしょうか。このような海の恵み、お魚を私たちの食卓まで運んでくれる産業が水産業です。今日はその水産業の話をしたいというふうに思います。水産業といっても、自分は漁師さんになるわけじゃないし、魚よりどっちかっていうと肉の方が好きだし、あんまり関係ないよねと思っている若い人もいるかもしれません。でも、日本が世界に誇る和食という文化の基本は出汁。出汁は鰹節や昆布からとも言います。出汁のうまみという言葉は今や世界共通の言葉にもなっています。こういうふうに考えると、この1週間肉ばっかり食べてたという人でも、多分全く水産物、海産物を口にしなかったということはないのではないでしょうか。そう、私たち日本人は直接水産業に携わっていなくても、消費者として深く水産業に関係して生きているということができます。さて、水産業というと皆さんどんな仕事を思い浮かべるでしょう。例えば魚を取る漁業でしょうか。それとも海で魚を養殖する養殖業でしょうか。でも、実は水産業は漁業や養殖業だけで成り立っている産業ではありません。例えば市場で魚を水揚げする市場、それから魚を加工する水産加工、そして魚を運ぶ冷蔵や冷凍といった流通、そして私たちの身近なところでは小売やスーパーマーケット、これらの仕事が絡み合って、そして有機的に連携し合って、初めて水産業という産業が成り立ちます。これらのユニットの一つでも欠ければ、おいしい魚は私たちの食卓に届けられるということがなくなってしまうわけです。ところで、この水産業は、先の3月11日の東日本大震災で大きな被害を受けました。特に東北地方の太平洋側沿岸の水産業は壊滅的な打撃を受けたと言っても過言ではありません。その原因は、水産業のユニットの多くが、つまり漁船や市場、そして加工場、そして冷凍する倉庫、魚を冷凍する倉庫などのユニットのほとんどが沿岸地域に集積しているということが災いとなって、あの大きな津波の被害をまともに受けたということが原因になっています。今年の8月には、私たちの水産学部では、この水産業と大震災のことを学ぶためのサマーコース、国際的なサマーコースを開催しました。このサマーコースでは、八戸市、被害が受けたと言われている東北地方では比較的被害が小さかったというところに現地視察に行きました。それでも5ヶ月以上経った8月でさえ、多くの津波の傷跡を目にすることができました。現地視察の後には、皆で水産業をこれからどうやって復興したらいいんだろう、もしくは大学って一体どういうことができるんだろうというようなことをディスカッションして学びました。このサマーコースは、私たちに東日本大震災の影響をニュースや新聞の記事といったことで見聞きするだけではなくて、本当に直接肌で感じる良い機会になったというふうに考えています。さて、実はこのような大震災の影響というのは日本だけの問題ではありません。世界に目を向けてみれば、日本においては1000年に1度と言われる大災害だったかもしれませんが、同じような規模の地震や津波というのは世界中のどこかで毎年のように起こっている災害です。そして、ひとたび津波が起これば、一番最初に被害を受ける、それも多分壊滅的な被害を受ける産業が水産業だということは世界中で共通しています。例えば、2004年の12月にはインドネシアのスマトラ島沖で大きな地震と津波の災害がありました。このことを覚えていらっしゃる方も多いと思います。
その時日本ではあまり報道されませんでしたけれども、やはり東南アジア諸国で水産業に大きな打撃が生じました。例えば沿岸地域で行われているエビの養殖場、これも大きな被害を受けたことが分かっています。これらの養殖場、東南アジアのエビの養殖場で養殖されているエビの多くは実は日本に向けて輸出されているものです。つまり今や水産物というのはエビを考えても分かるように世界中で取引されるグローバルな商品です。日本もたくさんの水産物を輸入したり輸出したりしています。ですからある国で起こった大災害の水産業への打撃というものは実はその国の中だけの問題ではなくて世界中の各国に影響を与えるという可能性があります。図らずもこの度の東日本大震災は世界に向けて今の現状の水産業というものがいかに地震や津波といった災害に弱いのかということを知らせる契機となりました。この大震災を経験して水産業に関わる多くの人が水産業は変わらなくてはいけないというふうに感じたと思います。そう、つまり災害に強い水産業に変わること、これは今の大きな課題の一つです。そしてどうせ変わるのならばこれまでのように魚を乱獲して海の資源を痛めつけて海の生態系を壊してしまうような水産業から、魚を乱獲しない生態系を守りつつ海の恵みを私たちの子どもや孫の世代にまで伝えていける新しい水産業の姿、つまりサステイナブルな持続的な水産業の姿へと変わっていかなくてはいけない、これも私たちに課せられた大きな課題だということができます。では私たちには一体何ができるのか、特に私のような大学の研究者は一体何ができるんでしょう。このままでいいということは多分絶対にないんだろうというふうに思います。私は北大の水産学部で魚の鱗の研究をしています。鱗は普段は食べずに捨ててしまうもの、つまり水産廃棄物ですけれども、鱗の中にはたくさんのコラーゲンが含まれています。コラーゲンというと皆さんも例えば化粧品であるとか健康食品にたくさん使われているということをご存知かもしれません。そのコラーゲンを鱗から取り出してそれを一本の繊維のような形に加工する、そしてその繊維を互い違いに重ねていくと私たちの 目の角膜や骨とに含まれているような物質と近い形になります。これは目の角膜や骨が傷んでしまったときにそれを再生する医療の材料として使うことができます。私の研究はこのように廃棄物として捨てられてしまうものから医療の材料として使えるものを加工していく、そういう基礎研究です。ではこのような研究は一体水産業の復興や新しい水産業の構築にどのように役立てたらいいんだろう、何ができるんだろうということを日々考えます。例えば養殖している魚を加工場で加工する、その時に出るゴミを使って医療用のマテリアルを作る、そういうこれまでの水産業もしくは水産加工業と新しい医療用のマテリアルを作るという産業と融合した新しい産業というのはできないんだろうかというふうに考えます。もしこれが実現すると例えばゴミのない水産加工業というものに近づいていきますから、これもサステイナブルな水産業を構築する一つの手立てになるんじゃないだろうか。じゃあどうやって実現したらいいんだろうということを考えると、どうしましょうということになってしまってなかなか答えが見つからないというのが現状です。さあどうしたらいいんだ。北大水産学部というのはもともと水産業を発展させるためにできてきた学部です。その歴史というのを見てみると
次をお願いします。源流は札幌農学校の時代に遡ることができます。札幌農学校は皆さんご存知の通り、日本の農業を近代化するために作られた学校です。でもその初期の時代から水産業、漁業にも目が向けられていて、水産に関する講義が行われていました。この写真にあるのは内村勘三先生で、札幌農学校の第2期の卒業生です。内村先生は宗教者としても有名な方ですけれども、研究としてはアワビの発生の研究を行っていました。そして卒業の時の演説で、漁業もまた学術なりという演説を行いました。これが日本のもしくは世界の水産学のこと始めであったように思います。以来北大の水産学部では、先ほど述べた水産業の幅広い分野に関わる研究を進めてきています。例えば北洋のサケマス漁場の開拓や、食品産業で広く使われている魚の新鮮度を測る指標の開発、もしくは世界で初めてウナギの人工孵化に成功したというような成果を上げてきました。最近ではガゴメ昆布という、これまで捨てられていた昆布を商品化したり、もしくはメタボリックシンドロームに効くような化学物質を水産物の中から発見したりしています。このように水産学部では、海の環境や魚の資源、漁業の方法から医薬品に関連することまで幅広い研究がずっと行われてきました。つまり水産学部にはもしくは大学には知の集積とも言われるものがあるわけです。これをどうやって水産業の復興や新しい水産業を作ることに生かしていくのか、いろいろ考えるんですけれども、具体的にこうしようというアイデアはなかなか出てきません。でも考えた末、一つだけこれは確実に言えるだろうなと思うことがあります。それは多分一人の天才が何かを発明することで水産業がとても良くなる、急に良くなるということは多分なくて、私たちのような研究者や水産業に携わる一人一人、もしくは皆さんのような消費者の皆さんが、ちょっとずつ新しい成果を持ち寄ることで、ちょっとずつちょっとずつ水産業というのは未来に向けて良くなっていくだろうということです。じゃあ具体的にどういうことを始めたらいいのか、どういうふうに変えていったらいいのかということは、ここにいる会場にいる皆さんや YouTube を、Ustream を見てらっしゃる皆さんと一緒に考えていきたいというふうに思います。特に若い世代の人たちと考えていきたいというふうに思います。というのは、皆さんのような若い世代の人たちこそ、例えば実際に将来水産業に関わる人として、もしくは消費者として、これから生まれてくる新しい水産業とともに生きていく人だからです。若い人と一緒に考えるということがとても重要だろうというふうに思います。北大の水産学部の卒業生っていうのは、水産業に関わらずいろいろな分野の産業で活躍していますけれども、公務員、例えば地方の公務員や、国の公務員、もしくは水産業、もしくは食品産業、貿易などに関わることで直接地域や日本、世界の水産業を支えている人材がたくさんいます。もちろん震災の現場にあって今その復興に努めている人もいます。皆さんこれから社会に旅立つ、特に若い世代の皆さんは何か社会のために役立ちたいというふうに思っているでしょう。ならば今ここでこの日常を打ち破って、ほんの小さな一歩でもいいですから新しいことを始めるという勇気をぜひ持ってほしいというふうに思います。そしてもし水産業の世界で、日本の水産業、世界の水産業を変える力になりたいという方がいれば、私たち水産学部の教員は全力でそれを応援したいというふうに思います。そう、私への言葉も含めてキーワードは一歩前へ。今みんなで現状を打ち破るほんの小さな一歩を踏み出す、その勇気を持ちましょう。どうもご清聴ありがとうございました。